ってみましたっていうのが結構当たるもんでね、あのちょっと内心ビビってるんですけど6と11の力がちょっと抜けてるかなと思うんですよ。で、安全策をかけるんだったら4番を2着候補に入れてみたいなと思います。まあ、配当もつかないのでしょうから、この6を3連単で厚めに行っておきたいと思いますね。で、今回、まあ、前回と同じように散々私いじめられてますんで、今回ですね、司会者の川原さんにですね、あんたもぜひとも予想しろと、あの厳しさを一遍味わってみろと、いうことになりまして、この、ね、予想会来た方いますか？去年も。あ、去年のね、あれを知らないんですね。私が散々あんこさんをいじめたという去年の回がありございまして、まさかの今日控え室に行ったら自分のフリップが用意されてるんで、なんだこれはと思ったんですが、え、出さなきゃダメですか？じゃあもう主力の予想をお願いします。では8レースあたりから頭抱えて予想してください。